よし、じゃあいきます。もう取れてます。はい、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、東京のお近くから見出した片頭痛のお悩みね、さきさんですね。今日でこれから施術しますのでお願いいたします。はい、お願いいたします。症状はどんな感じですか？カメラね、緊張すると思うけど。はい。ね、前に施術していただいてから2、3週間くらいですかね、経ってて、またちょっと頭が痛いかなみたいな時が増えてきたので、ちょっと体見ていただきたいっていう感じです。わかりました。通う前大変でしたもんね。そうなんですよね。大変だったんですよ。そうね。10年ぐらいね、悩んでて、全然治んなかったので。いや、どうもね、今体調って良かったです。あ、はい、よろしくお願いします。じゃあ今から施術ありますね。はい、はい、ちょっとお待ちください。はい、じゃあこんな感じでトリコです。リアルがいい。はい、じゃあどうぞ。あ、こっちじゃない、こっちだ。ね、これ間違ってるでしょ。そう、これでいいんです。これで。間違ってるのでいいんですよ、実はね。そう、もうこんな感じで。あ、そんな感じで、はい。うん、そう。まあ万が一ちょっとまずいこと言ったとか、はい、場合はそこはカットしますから。あ、そういうのは全然大丈夫です。ね。結構口が滑るんですよね。うん、ほらなんかあるじゃない、ちょっと世間に言っちゃまずいような、ね、あったり、僕の方は気をつけないとダメだな。はい、じゃあどうぞ。はい。上向いてください。ちょっと上にしますね。おお、いい感じですね。いい感じですか？はい。まあこんな感じで映ってますね。あ、本当だ。結構綺麗に映りますね。そうそうそう。こんな感じでね。ちょっとね、眩しい。うん、大丈夫です。はい。じゃあやります。失礼します。電話が鳴らないように。うんですよ、それは。いい時になるんだよね、これ。結構ね、来ますよね、先生のとこ。そうね、最近ウェーブ予約とか LINE でね、だから前よりは全然減ったけど、でもね、鳴るとね、ちょっとね。はい、じゃあ両膝立ててください。はい。お、いいですね、これね。これなんか左腰痛いですか？ああ、そうですね。あ、左、ごめんなさい、右だ。あ、そうですね、右痛いです。うん、ちょっと痛い。はい、はい、わかりました。じゃあちょっとまずエネルギーかけますね。はい。エネルギー一番これが怪しいよね。いや、そうですね、ちょっと。ちょっとね、エネルギー療法とねやってますから。はい、そのままです。これもなんかあったかいような気がするから不思議ですよね。これね。これこそ怪しいよね。でもねこれこそね。あれ、まあ空気清浄機の話しましたっけ、それは。え、いや聞いてないです。なんか導入したんですか。今これあるんですけど、家では使ってますか。使ってないです。あ、じゃあいいですね。おすすめとか、いや、ね、おすすめというむしろそういうんじゃなくて、結構電磁波が出るから、もし使ってんだったら寝るときは睡眠中だけは消した方がいいなので、うん、そうそう、それだけ使ってなければ全然です。あ、電磁波って体に悪いんですか。いや、めちゃくちゃね、影響あるんでね、これね。はい、ちょっと倒します。おおおどんな感じでしたか。最初よりなんか倒れやすいような気がしますね。なんか本当に怪しいんだよね。年末に来て結構お仕事もね、書き入れ時というか。ああ。ああ、そうなんですね。疲れが結構出ないですか。どうですか。ああ、そうですね。うん、会社年末の方が忙しい。あ、年末の方が。そうなんですね。人年越しごとに感じですね。これ痛い？いや大丈夫です。はい。これはね、足は首に繋がってますから、ちょっとこれテストしますね。いい片頭痛のツボがあるので本当にいいですね。すごくしみました。まあこれあれですよね。長靴をおすすめしてるのはそういうですね。雨の日ね、足になっちゃうとね。痛い。ちょっと横ごめんなさいね。これ意外とノイズがね、全部入るんですよ。こういうのも取ったまにすごいね。まあ今ちょっと音出してますけど、これね、音楽だとまずいんですよね、普通のね。ああ、著作権。そう。結構うるさいみたいでね。ああ、そうなんですか。普通の曲とか。これはいいんですか、この自然音。いいんじゃないかな。いいんじゃないかなとかって、すげえ言ってきと。大丈夫そうだけどね。ここから横になると、ちょうど緑が見えるんで。自然音だといい感じですね。そっか、そうですよね、これね。はい、で左下横向きですね。もう7歳ですから、もうね。あ、そうなんですか。7歳。あ、来年8歳になるか。ああ、ね。最初こんなのだったんですよね。あそこから育てたんですか。そう、このぐらいなんだ。これはちなみに折れちゃってね、ここからポキッと折れちゃって。倒しちゃってね。そう、折れちゃって。で、ここに置いてあるんですけど。よいしょ。はい、失礼します。ですね。はい、これでよく飲んでるんだから不思議ですね。不思議ですよこれね。はい、じゃあ上見てください。はい、で膝立ててもらってちょっと腰チェックしますね。はい。本当ね、ゴミ払ってるみたいなね。ね。なんか痛くなくなりましたね。はい、じゃあ足伸ばしてください。ちょっとじゃあ内臓をチェックしますね。ちょっと左が張ってる感じですね。左の腎臓ね。はい、ちょっと広げますね。腎臓が原因で頭痛になるなんて本当にびっくりでした。普通は思わないですよね。本当に。肩とか首とかからしか来ないのかなと思ってたんで。意外でしょ。意外でした。おかげさまで頭も痛くなくなるし、足もむくまなくなるし。足のね。手足も最近冷えなくなったんですよ。そう。末端ずっと冷えてたんですけど、冷え症っていう体質なのかなと思ってたんですけど、そんなことなくて、もう治ったんですごいなと思って。いやこれね、僕今57でしょ。若い頃から結構やっぱり冷えてたんですよ。あ、そうなんですか。で冷えてて、今考えるとやっぱり冷たいものばっか飲んでんですよね。ああ、うん、はい、そう。ただそれはやっぱり、ね、頭痛いから、当時進むした時はね、やっぱ頭痛いと冷たい飲みたくなるんだったね。すっきりしますね。そう、そういうのがあったからね。だからやっぱり冷えてる人とかは自分でも多少やってると思うよね。冷えちゃうことを。冷たいの飲んだら、あったかいのとか飲むといいんですかね。うん、そうだね。うん、最近職場の近くにスムージー屋があって美味しくて飲んじゃうんですよ。それは美味しそうだね。そうなんです。この寒い時期でも結構売れるのそれ。果物屋でやってるんですよ。だからその場で果物抜いて新鮮なやつをこうやってくれるんで。それは神だね。そうなんですよね。そんなのやっちゃったらもうね。冷えるなと思いながら飲んじゃう。それは女子はたまらんでしょう。結構でもおじさんとかも買ってるんですかね。ああ、なんか買ってますよ。買ってるんだ。結構健康志向で、どのフルーツがどの部位にいいみたいな、なんか疲労回復効果があるのでとか、風邪予防はこれとかそういうのが書いてあって。だからほうれん草とかそういうのもあるんですけど、だから男性の方はそういうの買ってる人多いですね。そうなんだ。職場が結構甘いの好きな方多いんで、甘いじゃないですか、果物。なんか果物食べてると健康な気がするじゃないですか。そうだよね。だからみんな買っちゃうんですよ。あ、生理痛どうですか ？PMS。ああ、どうだろう。あ、でも、先月はおかげでほとんど痛くなかったです。あ、本当。最初の頃本当もう一日休まないと無理ってくらい痛かったんですけど、最近本当痛くないですね。あれ PMS のあれだって聞きますかね？あ、すごい聞きますよあれ。なんかすごい血行良くなるし。じゃあちょっとやりますか。あ、お願いしていいですか？はい、じゃあちょっと戻しますね。ちょっと横ごめんなさいね。やりましょうか。じゃあね、バキバキね。よいしょ。ちょっと先、足の方をテストしますね。はい。これは大丈夫です。これは大丈夫です。これは大丈夫です。はい。それでは首の後ろに手を組んでください。はい、今から PMS の方をやりますね。で、上からちょっとまたがりますね。はい、じゃあ失礼します。脇締めて。じゃあ起きてください。そしたら奥の向かってですね、正座してみてください。そうですね。もうちょっと前行きましょうか。あ、そうですね。うん、こんなにいいや。はい。では首の後ろで組んでください。で、若干少し丸めて、あ、そうですね。一緒にやって、ゆっくり倒しますね。じゃあ次、上行きますね。はい、じゃあその横上がってください。はい、息吸って、吐いて、はい、息吸って、吐いて、はい、OK です。はい、僕は寝てください。ああ、血が流れてる。これ何人だこれね。すごいですよこれ。そう。あ、すごいあったかい。なんかね、バキバキっていうとちょっと怖い感じするでしょ。しますね。だけどね、うちのはね、もう本当優しい感じだからね。そう。そうですね。なんか他の整あるんですけど、もうちょっとこう関節がバチバチするようなそういう感じでちょっと痛かったり怖かったりしたんで、先生のとこ本当そういうのしないですよね。まあそうな、アジャストっていうんですけどね、こうバチバチってやらないように優しくやる感じですね。はい、じゃあちょっと鏡の前に立ってみましょうか。見た目チェックね。見た目チェック。あ、これはですね、PMS の技なんですけど、やっぱりすごい姿勢良くなるんですよね。そうそうそう。ちょっとこう上げてみましょうかね。そうそうそう。いい感じでしょ？いい感じですね。視線にとってこう綺麗なんかすごい不思議ですよね。そんな感じね。いいでしょう。ね、はい、じゃあそしたらベッドの方に移すのお願いします。はい。本当に回しっぱなしでしょ。大丈夫かな。はい。あ、じゃあ。お、こんな感じですね。ああ、すごい綺麗ですね。うん。よく取れますね。うん、まあこれでいきますね。はい。あれでもなんか今のバキバキやると、はい、こう生理痛がこう軽くなる感じ、どういう感じですかね。どうなんですか。もうこれ男性だから僕ね、分かんないから本当に分かんないから実際どうなのかと思って。人によると思いますけど、私の場合はすごい痛みがマイルドになる感じで。痛みはマイルドになる。マイルドになりますね。痛み自体がもうだいぶ減るんですけど、はい、痛んだとしてもそのもうひどい痛み方ではなくて、もうちょっと柔らかいなんていうの我慢できるぐらいの痛みになるというか。だからあと私の場合は、はい、生理痛と一緒にそのなんでしょうね、お腹の張りとか。なんか胃腸のあたりにも結構来やすいんですけど、先生のところだと結構内臓のなんか疲れとかも取ってくれるんじゃないですか。あれが多分効いてて、そうなんですね。そうなんですよ。生理痛の時もそんなになんか困ることがないっていうか。最近は本当生理痛だからこうしようとか、お腹温めなきゃとかそんなに考えなくてよくなりましたね、本当。あれはね、もう娘がひどくてね。ああ、ね、おっしゃってましたね。そうそう、それでもう学生の子がひどかったからね、なんとかなんないかなってね、覚えたはずなんだけど。娘さんはもう痛み方がひどい感じだったんですか？なんか泣いてたよね。泣いてた。泣いてるのよ。ああ、泣いててもう何にも。どうしたらいいか全然わかんないですね。まあそれでね、まあ生理痛治せないのかなと思ってたし、でちょうどね開業した頃、もうね来年10周年だから、はい、やっぱ問い合わせすごいあってね、生理の時に頭痛いの治せませんかって多かったんだけど、みんなもうガチャンって電話来てたのよ。ごませんできませんっつって。そうでも困ったなと思って、こんなんね普通何でも直しますみたいなこと言っといて、じゃあ生理の時にずっと直せないんだみたいな、申し訳なくなっちゃってね、なんか手立てないかなで、まあお師匠さんでやってね、教えてもらったんですけど。確かに私も一つ結構生理と紐づいてくるので、それも先生の技を受けた直後とかだと例えば来なかったりするんで、やっぱこっちすごいですね。効果あるんですね。まあその背骨のね、これ全部神経ね、子宮とかにこうみんな神経いってるから、まあさっきそれでそこを整えたわけですよね。バキバキってやってね。すごい重要なところですね。いやー、大事ですね、非常に。本当に大事ね。うん。ここなんか痛いですか？ちょっと隠れてるここ。ああ、そうですね。ちょっと隠れてますね。痛い。いや、痛くはない。結構なりやすい。ああ、そうなんです。ちょっとアトピーもしてですね。うん。そんなひどくないんです。うん。でもこの中は全然ね。そうやっぱね、皮膚関係悩みあった人は頭痛くなりやすいよね。あ、そうですか。そう、だって僕はそうだったからね。あれ先生、皮膚でなんかあったんですか？僕はね、ちょっとね、乾燥がひどくて。特にね、すね。すね。すねとね、あと胸だね、胸もね、左側かな。最近なんないな、最近胸は平気だけど。もうすねの、がもう、なんだろう、あれ。なんだろう。もう、なんか。鰹節作れんじゃねえのみたいな、こうなんかもう粉がすごくて、もう手でこするともうどんどん粉出てくるんだよ。あ、そんなに乾燥しちゃうんですか？もうひどくて、乾燥肌って何なんだろうあれ。あ、ありますよね、でもそういうの。それが結構若い頃からあって。あれ乾燥ってなるんですよね。そう乾燥で別に。乾燥してる季節じゃなくてもなってたから、でもやっぱりコロナの時期が一番ひどかったですよね。ああ、そうだ。そう。もう常に皮膚科行ってたし、で、やっぱね、その軟膏とかつけてるとね、結構あれね、内臓に負荷かかるから意外とね。ああ、内臓に行くんですか？そう。特にね、やっぱ僕の場合、副腎ってね、副腎っていうちっちゃい腎臓のおまけみたいなやつがあるんだけど、そこにね、僕つけてた感じは良くなかった感じ。薬って体に良くないんですね。そう、軟膏なんか関係なさそうじゃない？いやー、結構あるよね。あ、そっか、それで腎臓が弱るとまた頭痛になっちゃって。そう。はい、まあでもね、その時言ってた皮膚科の先生がやっぱりね、容量ちゃんと守ってねってね、いつもうるさく言ってたんですそう。なるほど。だけどあんま守ってなかったなんかこれ軟膏じゃん別にと思って、こうベタベタつけてたんだよね。下手したら顔とかでもつけたからね。なんか顔とかやっぱさ、すねが乾燥したら顔も乾燥するわけですよ。そうですよね。なんかね、あるじゃない、その、ちょっと顔につきちゃい、ニベアの顔につきちゃうみたいな。そりゃダメだよ、やっぱね。言うことちゃんと聞かないと。そう、本当に。薬ってあれですよね。私も先々週ぐらいに、なんかちょっとめまいがするようになっちゃって、それでお薬いただいてきたんですよ。それが朝昼晩と3回飲むやつで、3回飲むやつ。1日に3錠ずつ飲むんですけど、はい、そしたらなんかそれまでそんなことなかったのに急に足がむくむようになって、腎臓に来たんだなーってなんか。あ、そう。こんな影響出るんだってちょっとびっくりです。そう結構出るね。頭痛いと頭痛薬とかもね飲んじゃいますからね。なんか効かないと重ねて重ねてって私飲んじゃったりしてたんで。でも最初になんかカウンセリングしていただいた時に。頭痛の原因になる内臓が確か4種類ぐらいあって、そう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 。あ、ですよね。腎臓と他なんでしたっけ？胃腸でしょ。胃腸。あと肝臓。あ、肝臓。うん。まあこの多くはやっぱり胃腸と肝臓と腎臓ですよね。あとさっき言った副腎。あ、副腎。うん。あ、腎臓と副腎やっぱ違うんですか？うん。まあ似てるんだけど、やっぱ違うね。あとね意外と多いのが肺ね。肺。肺ですか。はい。そう。やっぱり肺が弱いとね、綺麗な空気じゃない、酸素じゃないけど、はい、呼吸ができないとなんか良くなさそうじゃない。ああ、確かに。そう。じゃあタバコとか吸ってるとやっぱり影響出ちゃうんですか。ああ、突っ込みますね。言わなきゃよかった。これね、タバコ問題なんですけど、僕はね、タバコやめた方がいいですかって言われると、はい、どっちでもいいじゃないって言います。意外だったんじゃないですか。ね、カメラ、ちょっとね、そう。まあなぜかというとですね、まあ、お恥ずかしい話ね、僕タバコと20歳からですよね。ああ、はい。ね、まあもうね、40年前のことだから時効だと思うんですが、まあ、14から吸ってましたからもうね14歳から。だいぶ早いですね。昔ってさちょっとねタバコかっこいい時代があったんですよね昔。ちょい悪みたいな。そう、まあさきさんが信じられないというそういう時代あったわけですよ。本当に俳優さんとかね、石原裕次郎とか、ね、柴田恭兵さんとか、ね、ああいう舘ひろしさんとか。あとはなんつうの A ちゃんですよ、矢沢ですね。やっぱりタバコ吸ってってかっこいいっていう当時そのね中学生とかほぼヒーローだったわけですよね。で多分タバコ吸えば A ちゃんに近づけるんじゃないかみたいなそうね。もうなんと浅はかな考えなんでしょうね。そう。まあそれですって、まあ、僕40ぐらいもしてたかな。でやっぱり頭痛ひどくて大きい病院にね大学病院にそのタバコ吸ってるからですよって言われてます。でも本当にそりゃそうだなと思ったからね、だからやめたわけですよ。やめても一つも頭痛治んなかったね。全く何にもかんなかった。そうだから本当は絶対やめた方がいいんですよ。だけど自分がねそれ治んなかったから、タバコやめた方がいいですかねって言うとね、なんか自分がしてないからね、やめてって言いにくくて、そういう理由ですね。でもやっぱりやめた方がいいですよね。あ、そうですか。だって僕やめて本当良かったと思うんだって。そうですか。うん。良かったと。やっぱり一番はお金が減らない。ああ、高いですよね。そう、僕の時ね300円だったよ最後ね。今600円ぐらいするのかな。そうですよね。ね。300円とかで4箱したでしょ1日。1200円でしょ。結構すいません。これ1200円でだからもう4万ぐらい使ったわけですよタバコだけで。そうだそういう意味ではお金が減らなくなったっていうのが一番かな。やっぱ匂いだよやっぱね。服とかつくじゃん結構。そうですよね。あれがさ、あれが嫌だよね匂いが。そうですよね。なんか黄ばんできちゃったりね。そう。もうほら一人飲みしたりとかさ、飲み行った時にタバコ OK なお店もあるじゃない。ありますね。だからあれが本当にダメで、それだけはちょっとね、やめてよかったと思うよ。そうですか。やめるの結構大変だって聞きますけどね。もうね禁煙なんかもう何回もやったからね。何回とか分かんないぐらい。良かったけどまだ吸いたいと思うしね、不思議な感じ。ああ、そうですか。眠く良かったけどでも吸いたいなと思います。え、サキさん吸ってたの？いや、吸ったことないです。私の時代はもうタバコ吸うなって時代。そうだよね。やっぱ会社とか行くと上司のね、年いった人とかみんな吸ってるんで。あ、今でもですか？吸ってます吸ってます。そうやっぱね、ちょっとイライラした時とかまた吸うかなと思う時あるのよだけどまた逆戻りするのもさ、やっぱなんか臭いからだよね、一番は。ハッキーとかに匂いつくからやっぱ。そうだね、やっぱ理由が。そうですよね。はい、じゃあ上向きましょうか。ちょっと眩しいから上消しますね。あれ、センキャンテンはどうですか？センキャンテンですね。眩しい光を見ると痛くなってしまうというね。ああ、最近はないですね。最近はない。昔ひどかったんですけど。最近はないか。これ撮りながらこうやるとね、写真も撮れるというね。すごい。そうそうそう。スマホなんですか？そう、そうなんです。写真も撮れるという。そうなんです。はい、スマホの機種はこれ11？あ、11？14欲しいな。iPhone なんです。そう。20万ぐらいするんですよって。あ、高いですね。容量にもよるんだろうけど。すごい高いじゃん。ねえ。そうなんです。ブランド力ですよね。ね。でまあ、これ本当は植え付けた方が映像的には綺麗なんですけど、うちではね、これ頭痛の人はやっぱ上向くと頭痛くなるからだからちょっと電気してますから、照明ちょっと暗いですけど、そうでも先生のところに通って一番良かったなと思ったのが、私結構舞台とか映画とか好きで見に行くことがあるんですけど、暗いとこで光の明滅とかずっと見てると頭痛くなるんですよね。今までも見れなかったんですけど、頭痛が改善してからは普通に見て帰ってくるようになって、まあセンキャンテンの写真ですね。ああ、そうなんですよね。あれはね、僕がひどかったからね、センキャンテンはね。あ、そうですか。そう、だからいまだにね、僕良くなったのはね、やっぱ朝日とやっぱりなんだろう、西日か、西日ダメで、いまだにね、大丈夫なんだけど、やっぱり西日がある時はね、もっとあんまなっちゃ嫌だからちょっと気をつけるよね、やっぱね。なんかこう、そう見ないっていうか、気をつけてるね。太陽光とかでもなっちゃうんですかね。なる人はね。朝とかなんかこうランニングとかしたりして朝日を見るとかでもなっちゃう人はなっちゃう。なんだろうな、あれね。なんでなんだろうな。なんでなんだろう、あれ。今は全然なんないですよね。なんでなんだろう。多分朝日をわかんないんだけど、朝日を今日は浴びようっていう気持ちで言ったらなんないかもしれないね。ああ、気持ちですか。今こうサキさんに言われてそうだよなと思ったのよ。だって朝日になってたのよだけどそのくせ朝日が気持ちいいってやってる日もあるし、ただ共通なのは痛くなった時、仕事行く時だね、あれ。あ、そうなんですか。そう、仕事さあ行こうとか行く時での時になるね、汗うわーって。だ多分これからバイクでツーリング行こうとかそういう時はあんま思わないかもしれないそう言われてみれば。なるほど。朝日来たが気持ちいいじゃんって、朝早起きしてよかったって感覚だとなってないのかも。だけど朝日弱いんだよなと思うとなんかなっちゃう。なんかその気するな、それは。気持ちいいって結構。いやでもね、あるよね、それはね。ありますよね。結構嫌なのが、ね、飛行機乗る人、まあ、新幹線の先なんだろうね、飛んでる時になんかどっちかなんか日が当たる、あれはちょっとあんま嫌かも。ああ、あれですか。モーラー入るじゃない、雲の上だから。あの時に例えばこう座ってて窓がバーって入ってくるとか結構しんどいなっていうのがあったね。それはあれでなっちゃったりもしたんですね。委託までならないんだけど、なんかちょっとドキドキしたりとか。ああ、なるほど。飛行機の中で頭痛くなったりすると嫌ですもんね。いや、本当に嫌だよね。確かになんか私、あと光と音と、あと匂いでもなんか頭痛になったりするんですよ。だからなんだろう、こう食べ物とかいっぱい売ってるようなとこあるじゃないですか。ああいうとこ行くと匂いが強いから、ちょっと気分悪い時もそこからずるずるって頭痛になっちゃったりとかするんですけど。ありますよね。確かになんか仕事帰りとかに行くとそんなに頭痛くならないですね。なんか僕はね、あれね、ユリの花がダメでね。あ、そうなんですか。今でも好きじゃないね。ユリの香りですか。あれすごくいい花なんでしょ。はい、なんかね、ちょっと生臭いみたいなね。あの匂いはダメでね。あれ嗅ぐともう途端に頭痛になってた。あ、そうなんですか。そう。あ、でもね、今までユリの花入館で頭痛になっちゃうと聞いたことないな。入館でさ、あれダメだったな。今は。でも好きな匂いではないね。そう、ユリだけ。ユリだけですか。なんだろう。なんかちょっと独特な匂いするでしょ。ああ、確かに。生臭いって言っても魚とかは大丈夫なんですね。そうですね。魚だからね。そうなんだよね。なんかあるんでしょうね、個人。そう、やっぱりちょっと嫌いななんかあるんだよね。手をこう上に上げてもらっていいですか。そうですか。そうですね。これなんかずれてるでしょ。あ、本当だ。本当だ。はい、じゃあ下ろしてください。なんかずれてるんですね。そうそうそう。すごい。これずれてるのはもう体歪んじゃってるので、首を整えると今みたいにこうぴったり揃いますね。あ、首からずれてる。そう。あれさ、でも脳外科行ったことあるんでしょ。あります。なんかこういうのやらされなかった。やらされました。やったでしょ。やりました。まあ要はあれの生態版だと思って。あれやってずれてるとちょっと裏切ってたわね。MRI と言いましたみたいな。そう。あれもだから歪んでるっていうかね。あ、同じの見てるんです。多分ね、似てんじゃないあれもね。そう。まっすぐ歩けるとかやったでしょ。やりました。ね、だよね。頭痛に何の関係なんだろうって思ってたんですけど、あるんですね、ちゃんと。あれはなんか脳がね、異変を起こしてるかとかテストでしょあれ。はい、じゃあ最後に足を押して終了しますね。はい、ちょっと。はい、痛くない。はい、じゃあ押してください。はい、じゃああちらにね。はい、じゃあ、深呼吸をして終わりにしますね。はい、うん、あ、ちょっと眺めてるかな。眺めてる。あ、そうですね。はい。はい、はい、では鼻から息吸ってください。はい、吐きますね。はい、いいでしょう。お疲れ様でした。以上になります。お疲れ様です。じゃあちょっとこの後インタビューするから、ちょっと一回止めますね。はい、ありがとうございます。